東口駅前ロータリー、甲図の森駅は、千葉県成田市甲図の森4丁目にある、京成電鉄本線の駅である。駅番号は、KS39。関東の駅100線に選定されている。掘割部に、相対式ホームに面2線があり、地上部に、京上駅舎を有している。ホームの京成成田よりは、トンネルにかかっている。ホームへは、 階段の保管スカレーターが設置されている。バリアフリー設備として、改札外と各ホーム間を連絡する車椅子対応エレベーターと、改札付近に多機能トイレが設置されている。駅舎の2階部分は、構図の森駅ビルとなっており、事務所向けのテナントが入居している。2012年12月まで、エアアジアジャパンのオフィスとして利用されており、春秋航空日本の本社が3階にある。 改札口は、駅東側にあり、東南北3方向に出入りが可能である。駅のコンコースには、大きなモニュメントが設置されている。タイトルは、ようことで、作者は、デザイナーの時、忠彦二千2020年度の1日平均乗降人員は9628人で、ある。京成線、全十九駅中十四位。開業以降の一日平均乗降人員を呼び、 乗車人員は、下表の通りである。駅前ロータリー交差点は、駅東側にある。駅北側には、国道464号。駅南側には、国道51号。国道409号が通る。駅西側には、成田市と市水町の境が存在する。高津の森地区は、旧建設省の、ふるさとの顔づくりモデル地区各整理事業に指定されており、 ホープ計画で方向性やルールを定めた計画的な都市計画によって区画整理事業が進められたニュータウンとなっており住宅地を分譲販売している京成電鉄や京成グループの京成不動産などによる駅前のマンション建設が行われ中高層のマンションが立ち並んでいる。駅前にはマンションのほか全日本空輸や日本航空の社宅なども 建設されている。総合参道駅方面には、新たに区画整理されたさら地が広がっている。国道51号の高津の森入口交差点より、当駅前を通り、中央通りとの交差点を北側に進むと、成田ニュータウン方面につながる。成田市公設地方卸売市場成田、赤十字病院ユア i ルム成田、国際医療福祉大学成田キャンパス千葉交通及び、 成田空港交通による路線バスが運行されている。詳細は千葉交通成田営業所を参照。また、東京からの深夜急行バスを千葉グリーンバス平和交通が運行している。ありがとうございます。